こんにちは、いちごうさぎです。えっ、ー、と続、続報なんですけど、えー、安倍首相が、えー、まあ散弾銃みたいなのでね、あのー、ちょっと狙撃されたっていうことで、と、奈良市内のね、公演中ですね、演説中に撃たれたっていうことで、犯人は41歳の、えー、男性なんですけれども、 自衛官、元自衛官っていう噂も流れてるめ、まあ、それが定かじゃないかどうかわからないんですが、3メートルぐらいの距離からね、あのー、犯人が構えて銃を撃ってるのと、あと違う方向からですね、白い煙がブワーッと出てるのと、2発、その後に、えっ、ー、と、もう一発銃弾の音がしたっていうことで、 で、倒れてる安倍元首相を見たんですけれども、ちょっと胸元にちょっと血がついてるのと、あたりに、あの、うん、出血があ飛び散ってないっていうのがあって、銃で撃たれた時ってどうなんだろう、3メートルの距離から撃たれた場合って、貫通したりとか、あと、 うんなんかねちょっとケネディさんの時の時のことも考えるとちょっとあんな綺麗な状態になるのかなって写真も見たんですけれどもどうなんでしょうなんかねであとうんなんかちょっとニュースヤフーニュースで安倍さんが銃撃されるっていうふうな,なんか。 のが流れたとか噂もあったりとかあとオレンジの、えー、t シャツがかなり目立ってましたねあの6人ぐらいの人があのオレンジの t シャツを着てわーってなってるのを見てオレンジなんだと思って その構えてる瞬間、撃った瞬間の犯人っていうのが結構、で、でえー、とほとんど逃げてない感じだったんですね。うーん、ぼ然としてるような感じがあるので、もしあれだとしたら、1発撃って、もう1発撃つのに、たんたんと撃てるのかなっていうのも感じましたけど、その銃の結構、えー、と先端が、うん、そんなに長くない。 まあ、私が考えた三短銃って言ったらもうちょっと長いのを想像したんですけれども意外と、えー、もう抱えたらあのちょっとバッグに入りそうなぐらいの大きさのやつで先端をあの扱いやすいように切ったんではないかっていうのもあの意見がありました。と、えと、ー、とにかく、ね、今、ね、搬送中ということで えーまあね、本当に、えー、命がなんとか、ね、つなぎ止められることを、ね、あのちょっと祈ってますけれどもちょっとねあのその犯人の行動等を、まあ、ちょっと周囲の状況とか煙の立ち方とかちょっと不自然に思ったのでこれはもしかしたらちょっと違う角度でスナイパーが。 別の角度からいるのとか、何かこうあのちょっと言えないんですけども、動きがあるのではないかなと思っています。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。